ですから、もし自分たちの力を見せつけてやるという気持ちではありますよね。ゴーゴー強化です。本当に力プロレスラーって感じですね。何でもやってくださいって。今変わりませんね。さすがに今もらったはいいけど、でも変わんないですね。もうここに行くまで蹴ってるね。どうしたら上背もあるけどウエイトもあるんですよ。今日は山梨入ってますね。実は結構空振り多いんですけど、こういう時に限ってすごい空いてますね。さっきの山田がコナンにやった時に、自分にいる堀田が、もうやらずじゃないよって感じでしたんですね。それはすごく印象的でしたね。堀田貴子2人が今度上位逆に出るそうですね。自分の2人がセコンドシードですね。だからもう2人にとっても自分で戦っているような気持ちだと思います。これトヨタと山田なんですけども、会場ついてから練習してたんですよ。はい、一生懸命2人で、だから相当意識してたんじゃないかなと思って。あ、なるほど。またあんまり余分な予備知識持ってないでしょ。はい、知らないで戦うっていうのも本当に面白いって言ってますよね。そういう意味ではグラビティの非常にすごく収穫があると思います。そうですね、やっぱり自分たちの中だけで戦ったら、まあ、まあ、福岡とかね、今知らないでいる、いいと言われてるんですけど、そのままでやっぱり伸びないと思うんですよ。どうしてもそれ以上はっていうか、ある程度まで行っても、だから絶対にこういう戦いをしようと思います。とってもいいことだと思いますよ。東京都市全日本都市じゃないところでプロレスやってる人たちも世の中にいるんだと思うんで、あ、出ましたね。もうこれは思う存分でしょう。よく見とかないと。あ、よかったよかったよかった。別に応援してるわけじゃないけど、尾崎もねこの中だとやっぱ見劣りしちゃいますから。一番尾崎はね、小さ、すごく小さいんですけど、小さいですね。センスが素晴らしいんですよ。それはもうね、本当にデビューの旗の時から、感じさせるものがあったぐらいで、だからそういうのはすごく上手いですよね。やっぱり体がない、体が前面の戦い方をしないと、ね、こればかりでしょうがないですもんね。やっぱり今までやってたわけだから、やっぱりそれぐらいのものを持ってくるんですよね。そういうパワーするだけのものというか。ところが JWP ではプラム選手ですとか、ビューティー鈴木とか割と同じぐらいの体格なんですよ。そうなんですか。おざっこすごいおざっこですね。やっぱりみんな頑張ってる人を応援するものは当たり前じゃない。これどっちのファンっていうよりもその時に優位の方が一生懸命応援してくれたんですね。だから本当になんかこの交流戦をもう心から感じて試合を見てるってことだよね。そうだから先ほどの FMW の試合とは全く雰囲気が違うってことですね。この試合にはあまりギスギスしたのは全然ないもんね。トヨタとか山田から比べると、技の数ね、数数えたら技の数は少ないかもしれないけれども、なんかその代わり一発一発打ち込んできますね。
これ他の選手だったらもうパワーで圧倒されるでしょうけど、山田トヨタは参らないですよ。これは参らないですよね。二人はもう本当に無尽蔵というかね、スタミナありますよ ね、体力もありますから。結構関西の山田の方に意識してますね。そうですね。でもかなり落ち着いてる方ですね。そうですね。関西の動きってよくなんか全てが見えてるって感じ。もっと初めて電磁のリングに上がったんで、あんまり入んなりすぎてね。やっぱり度胸はありますよ、この人は。ありますね。なんか今の攻撃なんかもさって何してやろうなっていう、よく見えてんじゃないかなと思います。すごいですね、この反りはね。すごい強いですね。これでも勝ったんですね。相手を追い抜いてしまうんじゃないかという。ああ、そういうことですね。山田もね、結構落ち着きますよ、今日は。落ち着いてますね。全然技の失敗がないですもん。でも、尾崎ももうあんまり食らわない方がいいと思う。致命的ダメージで打っちゃいますから。本当、前哨戦はもう、時間経てば経つほど逆に元気になりますからね。その辺を甘く見てると時代の方がまずいですよ。これはチャンス。これ珍しいですよ、このコンビとしては。あんまりコンビネーションやらないんですね、このタッグっていう。なぜかおぉー、山田の小さなのトヨタと山田今のやった技ありますね。あれ初めて見せてくれた技だと思うんですけど。そうですよ、見たことないですね。尾崎がね、全日本菊池になったのかもね。やっぱりこうやって意地張った方がいいと思いますよ。ああ、やらせませんでしたね、今、脱退を尾崎は。トヨタは無然としますよ、コーナーで。そうそう。すごいバックローズ。すごいわ、敵が逃げるかと思った。そうはいっか。あ、またトヨタの攻撃をやらせませんでしたね。やっぱりやってしまった。とにかく頑張れるところはとにかくどこでも頑張っちゃった方がいいと思う。なんでしょうこれは。一人を置いといて一回フェイントかけたんですね。関西の方はそんなに綺麗なとは言えないけど、きっと思ったんですけど、尾崎が飛んでくると思ってたんですけど、それを前で隠しておいて、その後ろを反応して、そういう戦法だったんですね。すみません、ダブルですからね。これあれですよ。